ああ、ここね、ここへも行く。ああ、ここシーフードのレストランがもうえらいことになってます。ここ2つサマーズのテレビでも紹介されたレストランなんですけどね、有名な。だいぶありゃりゃ、こりゃ今晩ちょっとダメっぽいな。レストランは空いてるレストランあるんかですかね。前ここがツアー申し込めるとこだったんやけど、どうなってんのやろ。はいはい、こんな感じで。どこある？多くのダイブショップがねクローズしてます。ここも前食ったことあるな。もうえらいもんです。いや、やっぱエルニドもね、コロナの影響はすごいダメージ受けてます。エルニドブーティー。あ、ここはグロセリーある。ここもツアーはあるんかな。はい、こっちの橋まで来ましたね。あー、こんなんできてます。はい、エルニドツアーを申し込みました。はい、こっちのねバンカーボートで予約しました。プライベートツアーで。本当はねもっとお客さんいるらしいんですけども、プエルトプリンセサからエルニド来るのに8つの橋が壊れたらしいです。8つのだから、もうものすごいキャンセルが入ってると。だからやっぱりエアスイフトでダイレクトにで選んで正解でした。あー、いやいやいや、えらいことになってます。はい、海沿いの店がまあかろうじてちょっと開いてるいうぐらいで、メインのシーフードは閉まってました。もうこっちがもうね閉めてます。はい、ウォーキングを続けてます。ということで、まあまあ新しい建物もねできてるんですけど、さっきの、まあ、サブマリンダイバーさんは今まで海沿いだけやったんが、あのメインストリートとストーンと突き抜けるとこ、まあ、買ったんでしょうかね。でその上に今までなかったんですけども、ホテルを作って、何部屋もホテル作ってます。でまた一番上の最上階はレストランをいうことで、あそこのオーナーさんすごい投資してますね。はい、こっちが小学校やったかな。こっちね、グロセリーショップ、ここも昔はここものすごい長蛇の列やった。こっち建物あったなくなってますわ。あー、はいはい、これでさっきのねとこ戻ってきたんで、はい、あ、 ATM 開いてますね。前は ATM が1箇所ぐらいしかなくて、そこが壊れたらもうキャッシュ下ろせなくて終わってたんですけどね、行けます。はい、これサブマリンダイブショップの向かい、ここのね赤いホテルいつも私泊まってます、ガーネット。安くてショップに近くて便利がいいです。はい、サブマリンね。でここに、あ、これが美味しいアイスクリーム屋さん、あ、やってるな、ここ有名な。でここにね大阪キャッスルレストランあったんですけど、閉めてますか。やっぱりここもね日本人の方オーナーで、いつもここ来てたんですけどね、今やっぱり一時的でしょうね、閉められてます、大阪キャッスル。はい、であとこっち行ったとこに有名なイタリア料理屋のイタリアンレストラン、もうコロナ前は6時ぐらいになったらもうものすごい行列できてる。そこを予約できないか行ってみます。空いてるんかな。 あ、ここや、
ここや。あらららららら、ら、ここと、ここじゃなかったかな、ここやね。閉まってますね。あら、ここ期待してきたんですけどね、ここは有名だったんで、驚きました。はい、うわー、イタリアレストラン、ここ何度も食べたことあるとこ。いや、ここは潰れない思ってましたけど、残念です。はい、戻ります。はい、はい、はい、反対からのね様子です。ガーネットホテル、赤いホテルね、今度左側に見えますけど、こんな感じです。はい、また海沿いに戻ってきました。とりあえずぐるっと一周。しかしひどいな。海の方はね、どうなってるんか、まあ明日から見てみます。はい、また戻ってきました。よいしょ。はい、やっぱりエルニドもね、ボホールセブ、セブのモアルボラル同様、観光メインのところはね、影響を受けてます。まあ、あの台風の被害は少ないにしても、プエルトプリンセサ経由で来ようとしてた人たちはもう8つの橋がね倒壊したということで、来れないということでキャンセルがドドッと入ってるらしいんで、まあ、そういうことで観光への影響は大きいですね。やっぱりこの間の台風、もう全てにおいて影響を出してますね。シーフードも閉まってるし、メインのね、ここレストランシーフードとイタリアンが閉まってるんで、これどうするかな。はい、ここもね、ベーカリー、エルニドベーカリーやったかな、ここのエルニドベーカリー、ここのねドーナツが美味しい、安くて5ペソかな、10ペソか、また買いたいと思います。はい、こんなもう全部シャッターになってます。はい、ここ今回のホテル。はい、引き続き夜。まあ、夜になると一気に分かりますね、この暗さ。ここメインストリートですよ、こう T シャツやいつもの。こっちがシーフードレストランある 海ですけどね。いや、ひどいな、こりゃ。こっちに昼間見つけた、こっちの辺を歩くしかないね。ああ、メロンシーフード、ああ、オッケーじゃないこれ。ああ、もうすごいな、これは。みんな昼間まで開けてますけど、夜になったら閉めてますね。ここぐらいか。あ、この上もありました、3つ目。あ、こっちがいいですね。で、エクステンションでこのシーサイドもあると。おー、オープンスペースでいいレストラン見つけました。はい、こんな感じでね。はい、はい、サラダ、パスタ、チキン、何これ、はい、そしてこれで、サンミゲルライ、はい、アートカフェピザ、おすすめの一品。はい、ここは美味しかったんで、クリスマスを予約しました。7人で予約しました。8時半ね、シーフードレストランがあったところが見事に真っ暗で、こんな感じで。ここメインですよ、メインのところ、メインの通りです。こんな感じ、ここだけかろうじてまだ明るい。ちょっとモアルボラルよりひどいよな。
満月が綺麗に見えてます。街はもうちょっとえらいことですけど、はい。ああ ATM ここにもできましたね。いろいろできた。よかったよかった。はい、そしたらまた明日。